1943年の米国陸海軍将官の会食。左から順に、ヘンリー・アーノルド陸軍大将、ウィリアム・リーヒ海軍大将、アーネスト・キング海軍大将、ジョージ・マーシャル陸軍大将。軍服とは、軍隊の構成員が着用する衣類を言う。講義においては、近代以前の戦闘員の服装も含むが、通常は、ヨーロッパで、近代的軍隊が整備された17世紀以降の、軍隊で定められた制服を指す。本項では、後者の意味の軍服について記述する。軍隊の服制は、時代や国によって、非常に差があるが、この項では、代表的な軍隊のものについて説明する。なお、国によって様々なので単純化することはできないが、世界的な陸軍軍服の変化の趨勢では、第一次世界大戦頃に、爪襟から折り襟や開襟型の軍服に移行し、第二次世界大戦頃に、ベレー帽が普及するようになった。現代陸軍では、上層は開襟型でネクタイを着用することが多く、緑または、茶色系統の色が主に用いられる。礼装は伝統的な形状が多く立襟を採用している国も残っており、礼装として海軍に類似した純白の制服が用いられることもある。また、この絵部隊は帽章や軍装が特別なものとされていることも多い。靴については、徒歩の将兵は主に変羽靴にキャハン等を着用していたが、将校は、乗馬に適するように白車付けの長靴を使用することも多かった。しかし、第二次世界大戦頃には自動車による移動が主体になり、長靴は廃れていった。その結果、現代では兵科階級を問わず、平常勤務には単靴が、戦闘時には半長靴が多く用いられることとなった。なお、東南アジアなど熱帯地方の軍隊では、サンダルや草履を着用することもある。陸軍と任務、組織編成の面で重複する国内軍、国境警備隊、国家憲兵、一部の民兵組織、民間軍事会社は陸軍に準じた軍服を用いる場合が多い。サウジアラビア国家警備隊やイギリス陸軍のロイヤルスコットランド連隊のように民族衣装を軍服とする場合も少数あるが、その多くは礼装などに止まる。国家憲兵の場合、街頭のパトロールなどでは、一般的な警察官に準じた軍服を着用する場合もある。民兵や民間軍事会社においては、軍服は国軍に比して簡略化されている場合が多く、戦闘服以外は私服ということが多い。特に規律等が存在するわけではないため、礼装として、戦闘服やベレー帽を用いられているケースもある。末端の要員及び、非軍事要員は、ポロシャツや、ジーンズなどの私服を着用しており、民間人と区別するための腕章や、ID カードのみをつけていることもある。また、特定の外国の支援を受ける、反政府勢力の民兵の場合、その支援国の軍服を流用している場合が多い。海軍では黒、濃紺色、白色が主に用いられる。各国の海軍とも、おおむね同じ形式の軍服を制定しており、階級章や帽章など細部が異なる。士官の場合、冬服は黒または、濃紺色のダブルの背広で袖に、階級章たる金線が入り、夏服は、白の立襟で、階級章は、肩章となっている。下士官の場合、冬服、夏服ともに士官と同じであるが階級章が、上腕に付される。水兵の場合、水兵帽にセーラー服が用いられる。また、士官、下士官の帽章も、イギリス海軍に倣って中央に錨を置きその周囲を、植物の葉で、囲み上部に王冠などを付すものが多い。なお、近年では、水兵は、青色系の制服及び制帽を着用する場合が多く、旧来のセーラー服は、日本やロシアなどに残されている他は礼装に止まることも多い。臨検など接近戦が想定される沿岸戦闘艦艇や哨戒艦艇などでは迷彩を用いた戦闘服を着用するケースもある。また、大型艦艇においてはつなぎの作業服を用いることもある。航空母艦の乗組員のうち、甲板要員は事故防止や作業の単純化のために、原色や蛍光色を用いた目立つ作業服を着用する。空軍は陸軍の服制と同じような爪襟、折襟も一部あるが、大半の空軍で背広型の軍服が用いられている。色は空を連想させる青系統のものが多く用いられる。帽章にはワシなどの鳥や翼、飛行機のプロペラや翼の意匠が用いられることが多い。海兵隊を陸海軍とは別個独立の軍種として設けている国はさほど多くはないが、設けている場合は独自の制服が定められることも多い。海軍風の制服を着用する場合と陸軍風の制服を着用する場合があり、国によって大いに異なる。西洋の海兵隊は海軍ができる以前、徴用した船に乗り込んだ陸軍部隊から発祥した国もあり、そのような国の海兵隊は独自の陸軍風軍服を着用している。アメリカ海兵隊の場合は通常勤務服はか茶色の陸軍型であるが、式典用礼装のみ、ブルードレスと呼ばれる爪襟である。現代の軍服はおおむね下記のように分類できる。軍隊に制服が定められるようになった当初は、軍服の種類分けはなく、戦場でも、社交の場でも同じ服を使用していた。その後、兵営内や外出時に着用される通常勤務服は使用されるようになったが、儀式や社交の場で着用される正装、礼装と演習や戦場で着用される戦闘服装は装具を変えるだけで同じ服を使用していた。各種の軍服が用途によって使い分けられるようになったのは19世紀後半になってからであり、19世紀末から20世紀初頭頃に服装体系が整えられた。現代では上装と戦闘服を区別している国が大半であるが、清掃用の服は廃止される傾向にあり、礼服あるいは通常勤務服に、所定の装具や勲章本体を着装することにより、清掃としている国が増えている。夜会服は、旧共産圏諸国等制定していない国も多く、将校用のみ制定されている場合も多い。また、貸し官、併用が制定されている場合も、職務上必要とするもの以外に支給されることは、ほとんどない。世界的に正装が廃止される傾向にあることから、夜会服の位置づけは高くなっている。軍服は、軍隊組織の性質及び伝統から、貸し官、兵には支給され、将校は自費で購入するのが一般的であるが、戦時大動員ともなれば一部の支給が省略されることも多く、ドイツでは第二次世界大戦の勃発により、礼服が支給されなくなった。軍事予算の少ない小国では現在でも、通常勤務服兼用戦闘服しか支給しないこともある。軍服と兵器の区分は、国や時代によって様々であり、アメリカ軍では、帽子は被服だが、ヘルメットや防弾チョッキは兵器扱いである。第二次世界大戦で、アメリカが採用した M1 ヘルメットのように、ライナー部分が被服で、外側の金属部分が兵器という複雑な扱いをされていた事例もある。日本では昭和7年に、ヘルメットは兵器から被服に扱いが変わり、名称も、鉄兜から鉄棒へ変わった。西洋においては、封建制度の時代には、軍装が統一されることはなかったが、17世紀以降、制服の統一も図られるようになった。制服の着用は、グスタフ2世、アドルフのスウェーデン軍が最初であると考えられていたが、それ以前から、ドイツ、オランダ、デンマークによって行われていたと指摘されている。16世紀頃から、銃の普及により、甲冑が意味をなさなくなり、軽装となっていった。兜も廃れ、二角帽子などが使用された。当時の軍服は、礼装と兼用されており、戦列不評などが敵を威圧するためや、火薬の硝煙が漂う戦場の中で指揮官が部隊を識別するために、派手な色合いのものが好まれた。しかし、17から18世紀頃は、染色技術が発達しておらず、財政上の理由もあって、全軍をきらびやかな服装で統一することは18世紀末まで困難だった。南北戦争の南軍が灰色系統の軍服を多く使用した理由も技術的、財政的な制約が考えられる。硝煙の中で体を大きく見せる帽子の例また、連続射撃ができず射程が短いという銃の性能が低い。この時代においては、火薬の硝煙により、視界が限られている中で、射程に入る前に発砲させるため、シルエットを大きくし、実際よりも接近しているように見せる工夫がなされた。この時代の軍服の標準として高い帽子が採用されたのはそのためである。イギリス近衛兵のベアスキン帽にその名残がある。普仏戦争の頃までは派手な軍服を使用している国が多かったが、銃の長射程化と命中精度の向上及び無煙火薬の発達に伴って派手な色の軍服では狙撃を受けやすくなり、第一次ボーア戦争の頃から薄青、灰色、カーキ色系の上下の軍服に移行していった。第一次世界大戦が始まると、革製ヘルメットや遮光帽あるいは通常の軍帽は、野砲の弾丸の破片等に対して無防備であることから、革製ヘルメットや遮光帽は廃止され、通常の軍帽と併用する形で、スチールヘルメットの着用も進んだ。第二次世界大戦中、アメリカ軍は、通常勤務服たる上装と戦闘服装とを分離した。第二次世界大戦後、各国とも上装と戦闘服装とを分離するようになっていった。また、民間の趨勢に合わせて、立襟から背広型への移行が進んだ。日本軍においては、第二次世界大戦中、戦闘服装の分離は進まず、陸軍では通常勤務服兼用のままで終戦を迎えた。海軍では、略装を第三種軍装として使用した。軍服は一般社会における服飾の流行と戦闘形態の変化に対応するための実用面での要求によって変遷してきた。そのため各時代における軍服はその時代に文化の中心となっていた国や新しい軍事制度を確立した国が他の国へ影響を与えてきたが、軍事制度に関する影響と服装についての影響が同時であるとは限らない。また、それらの服装が必ずしもそれらの国で生まれたものではなく、他国の服装が実用性や経済性等の理由から取り入れられている例も多く見られる。海軍は将校の制服が制定されたのが18世紀中頃であり、水兵は19世紀中頃であった。そのため、各国がほぼ共通して当時のイギリスの影響を受けている。20世紀に入って作られた軍種である空軍には、国によるデザインの差が比較的少ない。また、戦闘服装は装飾性を廃止機能性を重視した結果、似たようなデザインとなっている。一方、陸軍の礼服及び勤務服には、軍服のデザインにおける国ごとの伝統や個性、あるいは複数国間の影響関係が顕著に現れている。フランスは17世紀の近代軍政導入から19世紀中半まで陸軍の制度についてたびたび他国の手本となっており、ヨーロッパ文化の中心でもあった。イギリスは18世紀後半以降、男性の服飾に関して世界をリードする存在である。ドイツ陸軍の制度も17世紀から20世紀前半にかけて周辺諸国に影響を与えており、特に19世紀末から20世紀前半には多くの国に影響を与えた。そして20世紀半ば以降はアメリカとソ連が軍事制度の手本であり、社会、文化面でも他の国に影響を与える存在でもある。そのようなわけで軍服に関しては以下のような影響が見られる。しかし現代に至るまでの軍服を含む服飾の変遷には、これらの国だけではなく、様々な国や民族の服装が複雑に影響し合っている。以下に17世紀以降の陸軍を中心とした軍服に影響を与えた国等を影響を与えるようになった年代順に挙げる。16世紀ヨーロッパの中心だったスペインの支配下で、その繊維産業を担っていたオランダが17世紀に入って独立した。そして、スペインの凋落に伴う、脱スペインの流れから、オランダがヨーロッパ服飾文化の中心となった。そのため、軍隊に制服が導入され始めた17世紀前半の代表的な制服であるグスタフ・アドルフのスウェーデン軍の服装もオランダ風であった。また、スペインを破ったオランダは、軍事制度面においても、グスタフ・アドルフのスウェーデン軍に影響を与えている。トルコの服装は17世紀ヨーロッパの服飾に少なからず影響を与えている。ハンガリー系騎兵、ユサールの服装の元となっており、ユサール用の帽子の原型はフェス帽であり、ドルマンと呼ばれる上着もトルコが起源である。そのため、ユサールを通して、その影響が世界に広まった。オスマン帝国時代にトルコ軍の軍帽として採用されたフェス帽は、トルコ国内ではトルコ革命に伴って廃止されたが、旧オスマン帝国領の国やヨーロッパの軍隊でムスリム系住民を兵士に編成した場合に、しばしば軍帽として採用された。17世紀前半、グスタフ・アドルフは自軍兵士の服の色を統一した。そのため、スウェーデン軍の服装は、この当時の代表的な制服とされている。大きな織物生産地を持たないスウェーデンは良質な生地を大量に調達することが困難であったため、粗末な生地で作られた軍服が見栄えするように工夫が施された。色布での縁取りやボタンを飾りにつけた袖の折り返しといったそれらの工夫はドイツに受け継がれることになる。ルイ14世の改革により、17世紀後半からは、フランスがヨーロッパの政治、文化の中心となった。軍政や服飾に関してもフランスがヨーロッパにおいて主導的な役割を果たすようになった。しかし、18世紀に入ると軍服に関してはドイツがリードするようになり、服飾においてはイギリスの影響が強まった。フランス革命の頃には様々な新しい服装が現れた。しかし、軍事制度や戦術によっては斬新な改革を行ったナポレオン・ボナパルトは、服飾等の文化芸術面においては復古的であり、軍服もルイ16世時代のものを使い続け、イギリスやドイツ、そしてアメリカにその新しい流れは先に取り入れられた。服飾面においては、ナポレオン1世の時代に遅れを取ったフランスだが、ナポレオン3世は、当時のヨーロッパのファッションリーダーとされており、軍服に関してもケピボーガなど、独自のデザインが見られるようになった。そのデザインは、南欧や植民地を中心に、多くの国の軍服に影響を与えた。また、それらの地域以外でも主要な国では、アメリカ、19世紀のオーストリア、そして、明治期の日本陸軍等に見られる。フランス領であった。あるいはその実質的な支配下にあった国々の軍服にはフランス軍の影響が強い。例、アフリカ州のアルジェリア、カメルーン、ガボン、中央アフリカ等。また、現在でもアメリカ陸軍の軍服がフランスの影響を残していることから、アメリカ系の軍服を採用している多くの国は間接的に影響を受けていると言える。資金力が乏しいにもかかわらず軍備の増強を図っていた18世紀のプロイセンでは低コストで大量の軍服を揃える必要が生じていた。そのため布地を節約するために上着を細身に仕立て、粗末な生地で作られた軍服を華麗に見せるための縁取りや組紐等による飾りが付けられた。そしてこれらの工夫が安価でありながら実用的かつ見栄えがするドイツ式の軍服を生んだとも言える。そして、当時の軍服に求められる要素を兼ね備えたドイツ式軍服はヨーロッパ各国に広がり、イギリス陸軍の1742年正式の制服にも採用された。そして、布地を節約するためだった細身の仕立てはスマートな外見が評価され、フランス陸軍の1762年製軍服にも影響を与えた。19世紀に入ってもドイツは軍服のトレンドをリードした。また、普仏戦争の勝利により、19世紀末から20世紀前半までの世界の軍事、軍政に多大な影響を与えた。そのため、建軍当初は、フランスの影響が強かった日本陸軍でもドイツ式を取り入れるようになった。ドイツ帝国成立後も、ドイツ帝国陸軍は存在しなかったため、各構成国ごとや部隊ごとの様々な軍服が存在した。第一次世界大戦時には、プロイセン式に統合されつつあったが、最後まで、ドイツ軍としての軍服は存在しなかった。しかし、20世紀に入ると、イギリスやアメリカが、軍服に関しても、新モデルを発信するようになり、第二次世界大戦の頃にはドイツは遅れを取るようになっていた。それでもその特徴的なデザインは依然多くの国に採用されていたが、第二次大戦の敗戦とナチスドイツのマイナスイメージから大半の国でデザインの変更が行われた。そのため、第一次世界大戦以降のドイツ式軍服の影響をとどめる例は少ない。19世紀末から第二次大戦前まで、ドイツ軍をモデルに、軍近代化を図った南アメリカ諸国の中には、礼服や勤務服、また式典等で着用するヘルメットに現在でも、ドイツ軍の影響をとどめる国がある。例、チリ、ボリビア等、軍服も参照。イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国は19世紀以前から、ドイツの影響を受けていたため、その当時からほとんど変更されていない正装や礼装には特に影響が残っている。そのため、イギリスの影響を受けた国にも間接的に受けた影響が残っている。ロシアも帝政時代から影響を受けており、ソ連時代にも影響を受けた。ソ連軍と社会主義諸国の軍服の影響を参照に多く見られた以下の要素は、かつてのドイツ軍と類似している。折り襟の上着、上場ズボン、長靴。消化に用上着の襟の赤い、縁取り、赤い台布に金の刺繍を施した、消化用襟章。消化用ズボンの太い、赤い2本の側線。正帽において、円形、または楕円形の帽章を囲む葉模様刺繍。将校用のモール編みの顎紐、斜めにつくひさし。海軍において、水平正帽に、略式の帽章がつく、夏服やコートに用いられる肩章に陸軍に似た、パターンのものが用いられる。東欧諸国の多くや中国は、第二次大戦前にも、ドイツの影響を受けていたため、ソ連経由の間接的影響と直接的な影響があると思われる。また、1980年代から、世界各国で採用され始めた、ケブラー樹脂製ヘルメットが、両耳後頭部を覆う形状から、フリッツヘルメットと通称されたり、同様に各国で採用されている、迷彩パターンが、第二次大戦中に、ドイツ軍が開発、使用したものの一つに類似、現代の最新の戦闘服が偶然にせよかつての、ドイツ軍に似た外観を呈しているのは興味深い。ハンガリー系騎兵、ユサールの服装は、世界各国の軽騎兵部隊に採用され、現在でも、世界中の軍隊で騎兵の正装あるいは、特別儀仗服として使用されている。日本でも、旧陸軍の騎兵課の正装に採用され、現在でも、警察、自衛隊のカラーガード隊の制服に見られる。また、ポーランド・ウーランの服装と同様に、軍隊以外のマーチングバンド等の制服にも影響を受けたものが多く見られる。ドルマンと呼ばれる、この上着にはボタンが3列あるいは5列あり、左右の列のボタンは飾りで中央の列のボタンで前を閉じる。各列のボタンをつなぐ紐が特徴であり、日本では肋骨服とも呼ばれている。19世紀末から20世紀初頭の各国陸軍の勤務服にはこの形式の服が多く採用され、日本でも日露戦争開始の頃まで将校の軍装として着用された。また、ユサール用のトルコ風帽子はバスビーや遮光帽へと変化した。遮光帽は現在でも広く使用されており、バスビーもイギリス軍等で使用されている。ポーランド系騎兵、ウーランの服装は、世界各国の槍騎兵部隊に採用され、他兵科の制服にも影響を受けたものが見られる。そして現在でも、世界中の軍隊で、騎兵等の正装あるいは特別儀仗服として使用されている。日本でも、警視庁騎馬隊や警察、自衛隊のカラーガード隊の制服に採用されている。また、軍隊以外のマーチングバンドやホテルのドアボーイ等の制服にも影響を受けたものが多く見られる。そして、この2列ボタンの上着が、フロックコートやブレザーへ変化したとも言われている。また、上着とともに、世界中へ広まったウーランの帽子、チャプカが、現在広く使用されている、官帽の原型であるとされている。イギリスは、フランス革命によって、フランス宮廷がなくなり、その後のナポレオン戦争に勝利したため、19世紀以降の西欧社会における服装体系の整備を主導してきた。そのため、デザイン面ではドイツ風を取り入れることが多かったが、新しい種類の軍服の採用やその体系化に関してはイギリスが世界をリードしている。一方でキルトなどの民族衣装も制服に取り入れている。かつてイギリス領であった、あるいはその実質的な支配下にあった国々の軍服にはイギリス軍の影響が強い。例、アジア州のインド、パキスタン、イラク、ヨルダン島、アフリカ州のエジプト、リビア、ケニア、ウガンダ、南アフリカ島、アメリカ州のカナダ島、オセアニア州のオーストラリア、ニュージーランド島。また香港は現在中国の特別行政区であるが、一国に制度が取られている関係で、同地の警察官の制服は、イギリス領時代のデザインをほぼ踏襲している。イギリス発祥のキリスト教会である旧正軍もイギリス軍服を模した制服を着用している。ドイツ連邦一の大国であったオーストリアの軍服は他のドイツ諸邦に影響を与えており、現在でもその名残が見られる。山岳部隊で用いられていたつば付きの戦闘帽は第一次大戦後にドイツ、ハンガリー、中国で戦闘服用の略帽に影響を与えた。アメリカはブルゾン型戦闘服を中心に第二次大戦後の世界の軍服に最も強い影響を与えている国の一つであるが、19世紀初頭にはその先進性が見られた。フランス革命期に流行したサンキュロットはその後ヨーロッパでは廃れ、長ズボンが一般に普及し、軍服にも採用されたのは1830年代以降である。一方、王侯貴族が存在しないアメリカには定着し、軍服のボトムスにも世界に先んじて、長ズボンが使用されるようになった。19世紀前半のヨーロッパの紳士服は、細身で体型が現れるようなものが流行していたが、当時の伸縮性のない布地で作られたズボンでは、膝の屈伸が不自由となる。そのため、ズボンの素材に伸縮性のある革や、ニット編みが用いられたりもした。そして、このような服は、オーダーメイドで仕立てなければならなかった。一方、アメリカでは1900年頃には、既製服を売る店が現れていた。既製服は同じ型紙で、同じ寸法の服を大量に生産するため、様々な体型の人間が着られるようにデザインする必要があった。そのような理由から、その後欧米の紳士服の流行は余裕を持たせたラインへ流れが変わっていった。1850年に現在と同じ構造の実用的なミシンがアメリカで発明され、南北戦争時にはミシンで量産された軍服が初めて使用された。そして南北戦争の影響もあり、アメリカの既製服産業は大きく発展し、世界の最先端を行くものとなった。第二次大戦後独立し、同時に東西冷戦下でアメリカと強い関係を持った国々には、礼服、勤務服を含めてアメリカ軍の影響が強い。例、韓国、台湾、フィリピン、旧南ベトナム等。日本の自衛隊の制服も、旧日本軍からのデザイン上の連続性を、最小限に留めるという配慮も手伝い、アメリカ軍の制服をモデルにしている。1991年には、陸上自衛隊の上装を旧軍のカーキ色に近い、茶灰色からアメリカ陸軍と同様の緑色へ変更した。2007年には中国人民解放軍も、アメリカ軍の軍服の要素を取り入れた、新型軍服を採用している。また、イラン軍では、革命以降もアメリカ軍の影響を受けた軍服を使用している。ソ連軍がロシア軍から引き継いだ最も顕著な軍服の特徴の一つで、ある現象は第二次大戦後の社会主義陣営の国々の多くに影響を与えた。例、モンゴル、北朝鮮、中国、ルーマニア、アルバニア、キューバ、南アメン島。一方、東ドイツ、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーでは戦前との連続性の強い階級章が導入された。またブルガリアはソ連式の階級章を導入したが、戦術の戦前のブルガリア軍自体にロシア軍の影響が強かったので、その意味では伝統の踏襲とも取れる。また独力で内発的に抵抗戦争と革命を達成したとの自負の強い国々では、ソ連式の階級章と別の独自のパターンが併用されたり、後者にとって変わられたりした。例、ユーゴスラビア、アルバニア、中国、ベトナム、キューバ等。1991年にソビエト連邦が解体して、後のロシア軍の軍服は、ソ連軍の軍服からソ連、共産主義につながる意匠を排除する一方、1943年に復活したロシア軍の要素と第二次大戦後に新しく加えられた要素をほぼそのまま踏襲したものになっている。ソ連解体後に新たに加わった要素としては、従来の楕円形の帽章の上につく相当の和紙の帽章などが挙げられる。ロシア以外のソ連諸国の軍服のうち、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン等の国々では、ソ連との連続性が強い。他方、ソ連への併合に対する反感が根強かったバルト三国等では、独自色の強い軍服が採用されている。ソ連諸国ではないが、ソ連の影響の強かったモンゴルでは、従来のソ連軍式の軍装から、米軍式の軍装に近いものへと変わった。北朝鮮では朝鮮戦争期はほぼソ連軍そのままの顕彰式の軍装であったが1950年代以降、中国の影響を受ける衣装式の折り襟の服がメインとなり顕彰は解禁式のパレード服などで主に用いられる。その他、ロシア軍から各国の軍服に広まった軍服の要素としては、ヘッドホンを内蔵し、干渉パッドをつけた、戦車帽、水兵や特殊部隊兵士が着用する、白地に、青の横縞のシャツ等がある。共産主義国の軍服の特徴ソ連軍が原型を作った、共産主義の軍隊の軍装に比較的共通性して見られる特徴は、次のようなものである。ソ連軍のものは、ドイツの影響も強いので、ドイツ型軍服の派生の一種とも評価できるが、特有の点もある。マカオは現在中国の特別行政区であるが、一国に制度が取られている関係で、同地の警察官の制服は、ポルトガル領時代のデザインをほぼ踏襲している。日本陸軍の制服は当初フランス軍の影響が強かったが、後にドイツ軍の軍装の影響が強くなる。もっとも、日本の国際的地位が向上するにつれて、独自の部分が強くなる。また、日本海軍は、イギリス海軍の影響が強かった。しかし、紺色調律襟ホック留めジャケットは、イギリス海軍ではなく、フランスの影響である。これらの日本軍の軍装の影響は、日本から政治的、軍事的援助等を受けた、辛亥革命後の各種軍閥、満州国軍や中華民国維新政府その他に比較的顕著に見られる。中国人民解放軍では1955年から65年にかけて、ベトナム人民軍では1950年代70年代後半にかけて、顕彰と併用して襟章によって階級が表されたが、そのパターンは旧日本陸軍の98式軍装の襟章に近いものがある。これらの例が実際に日本軍を参考にしたものか、偶然の類似なのかは不明である。しかし、旧日本軍の中国大陸からの撤退に伴う大量の余剰武器や装備を、創設間もない中国人民解放軍が運用した影響を指摘する説もある。いずれにせよ、第二次大戦中、抗日戦争を戦った軍隊の軍服に、かつての旧敵に近いデザインが取り入れられたのは興味深い。近代陸軍においては保護色、迷彩服が多用される。戦闘用には、緑や茶色の他に、迷彩色があり、これは森林などの戦闘で敵から見えにくくするという、効果がある。迷彩柄は、各国軍が、主に活動する場所の特徴により変化するため、多種多様である。なお、アメリカ陸軍では2005年4月から全地域型迷彩である赤と迷彩の配備を開始した。迷彩の例。ドイツ連邦軍が採用した反転迷彩軍服は、警察官等の制服に与える影響も大きく、英国警察官のカストディアンヘルメットや、第二次世界大戦前の日本警察官の立襟、憲章の制服にその名残が見られる。また、軍服は、その機能性、装飾性から社会に与える影響も大きく、軍服に由来するものとされる衣服も多い。ありがとうございます。